使用は雑賀にある、長野電鉄長野線の駅。駅番号は N2。改札口ホーム相対式ホーム2面2線を有する、地下駅、有人駅である。長野大通りの下に位置し、駅舎のある地下1階には、駅勤務室、宿直室、電気室、機械室があり、ホームは地下2階にある。改札までの地下通路は、横断地下道の役割も果たしている。 エスカレーターは2番線から北口の改札のある地下1階の間の上り線用のみ設置されている。トイレは改札口脇に設置されており、男女共用の推薦式である。現在は市役所前駅信号付近の北口のみ営業している。以前は南千と町北信号付近に南口があったが、2021年閉鎖となった。駅の登記上の所在地は、 長野市大技、鶴が森下1120の子である。現在でいう上千歳町にあたり、北口の一部が緑町に、南口が南千歳にかかる。駅北口の昭和通りに、アルピコ交通の千歳町停留所、長野大通りに超電バス、市街地循環ぐるりん号の南千歳町停留所、市役所入り口停留所がある。 2018年度の1日平均乗車人員は588人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り、長野市役所内館。ありがとうございます。